ダンコラゾビッチは、セルビアベオグラード出身の元同国代表のサッカー選手。ポジションは FW。生まれ故郷の FK ラドニチュキ1923のユースチームでキャリアをスタートした。2000年から FK テレオプティクに所属し、翌年に移籍したパルチザンベオグラードでは3シーズンで60試合に出場して20得点し、大きな成功を収めた。 2003年夏に移籍金700万ユーロでエール、ディビジのフェーノールトに移籍し、2003から04、シーズンは11得点を挙げたが、2005年に、バイエルレバー空前に、レンタル移籍に出された。バイエルレバー空前には腰を落ち着けず、2006年1月に、半年の契約で、フルス、パルチザンベオグラードに、レンタル移籍し、リーグ戦で5得点と上場の結果を残した。 2006年夏、遺跡金150万ユーロでフィテッセに移籍した。フィテッセでは、フェーノールとファンが放出を悔しがるような活躍を見せ、リーグ得点王の有力候補となった。最終的に19得点し、得点ランキングの6位に名を連ねた。2007年夏、遺跡金660万ユーロの5年契約で、PSV、アイント方編に移籍し、 わずか1シーズンでフィテッセを離れることになった。PSV やイントホーフェンでは前シーズンにパトリック・クライファートが背負っていた背番号9を見につけている。2008から09シーズンはフーブス・ステフェンス監督と対立したこともあったが、2009から10シーズンはレギュラーに定着し、前半戦のみで2桁アシストを記録するなど、チームに欠かせない選手となった。 10月17日の SC ヘイレンフェーン戦では決勝点を決めた。2010年3月3日、遺跡金500万ユーロで FC ゼニと、サンクトペテルブルクに移籍。フレットルッテン監督はラゾビッチの放出を拒んだが、経営陣は売ることを選択。ラゾビッチ自身も移籍に意欲的だった。ゼニとを対談後、2014から15シーズンはフルスで、あるパルチザンでプレー。 2015年2月16日、中国高級の北京八貴族級クラブに移籍した。ありがとうございます。